どうもシュートです。さあ今回の動画はですね、まあ、今週バルセロナアイコニックガチャが登場したということで、まあ、そちらの解説動画をね撮っていきたいと思います。まあ、前回ネイマールが登場した時と同じガチャ内容になってるのかな。でまあその時も解説はしてるんですけれども、まあ、ネイマールとかクライファードとかもねよく使うようになったので、まあ、そちらの使用感も込みで、まあ、今回は話していこうかなと思うんですけれども、まあ、評価はいつも通りこんな感じとなっております。あくまでゲーム内での評価ですし、僕の独断と偏見で決めておりますので、そこら辺ご理解ください。それではね早速やっていきましょう。はい、まずはリバウド選手ですね。まあこの選手に関してはやっぱナンバー10っていうところと、まああとはフィジカルコンタクト、ボディコントロールの低さ、あとはスタミナも低いんで、まあさすがにちょっと使いにくいかなと思って、僕はまあ B にさせていただきました。まあライブアップで B だからと言って入れていいのかって言われたらそうじゃないと思うんで、まあさすがに評価 B かな。まあ前線の能力とかね補正かけたらすごい魅力的な能力してるんですけど、まあスピシュンの部分であったりフィジコン、ボディコン、スタミナの部分っていうのが低すぎるんで、ちょっと微妙かな。まああんまり話すこともないかなっていう感じの選手ですかね。はい、じゃあ次ネイマールですね。まあネイマールに関してはまあ今作でも全然使えますし、まあ来作に向けて非常に取っておきたい一人かなと思ってます。まず身長175センチでレーマー総合値100までいくと、まあバルセロナ補正かける人はそんなにいないと思うので、まあ真ん中の能力見ていこうと思うんですけれども、まずドリブル系の能力すべてカンストしますね。でまあパスはまあ通常のレベンマとかと比べてもそんなにうまくはないんですが、まあ決定力が95と、でオフェンスセンスも97までいってますね。でまあ何よりもスピシュン97、99ということで、まあこの2つが高いよね。でキック力も91までいってますし、ボディコンも98あると、でスタミナも97あるので、まあ通常のネイマールと比べてもスタミナの持ちはいいですよね。で逆足も44なので、まあ左足も無難に使えると。まあ僕がネイマール使うときはチェレフチェンコの左のミッドフィルダーとかでよく使ったんですけれども、まあドリブルしやすいし、足速いんで突破力もあるし、まあスタミナも最後まで持ってくれるということで、まあめちゃくちゃ使いやすいですね。まあ OMF とかで使うのも全然ありだと思いますし、まあ来作もねドリブルゲーになるとも言われてるので、まあフィジカル面はねちょっと物足りないとは思いますが、まあサイドとかでね使う分にはかなり強い選手になってくると思うので、まあそう考えたらめちゃくちゃいい選手なんじゃないかな。まあ今からね獲得しておくのも全然悪くないんじゃないかなと思います。はい、ではラストですね。クライファードということで、でまあ、身長188センチ、レベルマス総合値96のポストプレイヤーの選手なんですけれども、まあ、この選手はマジでおすすめします。まあ、クライファーとかね、レジェンドの時代でも弱かった時はなかったと思いますし、多分来作もめちゃくちゃ強くなってくるんじゃないかな。まあ、ロナウドが強かったんで、まあ、来作ロナウドがね、強いと言われてるんで、まあ、そこまでね、スピシュンはないにしろ、フィジコンとかの部分はね、結構似てる部分というか、まあ、勝ってる部分もあると思いますし、まあ、とにかくね、見かけによらずドリブルが結構うまいんですよね。背負ってからのかわし、それがめちゃくちゃ強いというか、相手が動いてるのを見て、まあ、取りに来た逆の方向を動いて前向いてもうシュート打てばほぼ入るんで、まあとにかく強いんですよね。まあ、オフェンスセンスも91までいってますし、まあ、決定力も補正かけたらカンストと、でまあスピードも9のアイコニックと比べてもまあ3上がってますよね。でまあキック力89で補正かけたら91しかいかないんですが、まあ、ミドルライジング持ってるんで結構ミドルシュートは刺さります。でまあボディコンとかも4ぐらい上がってて、まあ、スタミナは低いですかね。でまあ逆足34なんで両利きで使えると。でまあミドルライジング以外にワンタッチシュート、ワンタッチパス、アウトスピンキックなどを持ってるということで、まあ、ワンタッチパス持ってるのが本当にでかいですね。僕はよくチェレフチェンコの頂点とかで使いますけれども、まあ、やっぱその前に使ってたジェラードとかだと、まあ、ワンタッチパスもね全然してくれるんですが、まあ、ワンタッチパススキル持ってないんで、まあ、たまにずれてしまう時もありますが、まあ、クライファードはね全然ずれないですし、まあ、とにかく決定力が本当にえぐいですね。キック力89しかなかったんや。99ぐらいあると思ってたわ。まあでもそれぐらいね本当に決定力とかキック力を感じさせてくれるぐらい得点能力が半端ないんで、レート1900にね導いてくれた選手でもありますし、最近もねまた使い出したんで、まあさすがにクライファートは外せないかな。僕の中ではこの3人の中なら一番おすすめしたいですね。まあ多分来作もめちゃくちゃ強くなってくるんじゃないかなとは思ってます。はい、それでは今回これですね、バルセロナアイコニックガチャについての解説を終わっていこうと思いますが、いかがでしたでしょうか。まあ前回の解説では多分ネイマールをねめちゃくちゃ押してたと思うんですけれども、まあ使用感踏まえてもネイマールはおすすめできるんですが、まあクライファートが一番おすすめかな。本
当にエグいです、この人。めちゃくちゃ強いです。なので、まあ、今回はそのクライファーツとネイマールを、まあ、前回獲得できなかった人に関しては、ちょっと狙っていただきたいかなと。まあ、クライファーツはね、もう何ヶ月も前に登場はしてるんですけれども、まあ、確かクライファーツをね、めちゃくちゃ褒めてたのは、まあ、前回2ヶ月前ぐらいにガチャ出た後だったと思うので、うわ、クライファーツそんな強いんやと思ってた人、まあ、今回獲得できるチャンスが来たので、まあ、ぜひ引いていただけたらなと思います。まあ、能力値的にはね、多分ライサクになると、まあ、ネイマールもクライファートも下がってしまうと思うので全体的にね下がってる傾向にあるので、まあ、そのリスクをね背負いたくない方は、まあ、引かなくてもいいかなと思うんですけれども、まあ、全体的に下がれば全員下がるということなので、まあ、結果的にはね能力下がってないみたいな感じになるんかな。まあ、ちょっとわかんないですけど、ガチでスカット細部までこだわりたいですって人に関してはもう本当にねおすすめできるガチャなんじゃないかなと思います。まあ、無課金の人はそんなに無理して引かなくてもいいかもしれませんね。はい、それでは今回これで動画の方やっていきたいと思います。チャンネル登録、高評価ぜひよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。ご視聴ありがとうございました。